はい、こんにちは、ソルイです。いきましょう。イッサガーというわけで、インペリアサーガの実況をしていきたいと思います。今日はガチャパウトですね。うん、いやちょっとね、ここ数日ちょっといろいろ忙しくてね、トレジャーハントも中途半端だったり、うん、なんかいろいろとやり損ねた感があるんですよね。なんか、うん、スター戦という感じです。まあやむを得ないこっちもあるかな。ちょっと悔しいですけどね。うん、まあ今までねずっとログイン勢だったことを考えると、それよりは全然やれてるかなとは思うんですけどね。うん、というわけで、まずガチャを回していきますか。まあしょうがない、全部はやっぱやりきれないですからね。うん、やむを得ないということで、それもまた運命サガだと言いたい、言いたいだけ。レアガチャは特に回さないかな。やっぱとりあえずね、いろいろ回したいのもあったんですけどね。まあ、サルインチャンスが来るまでは待っていこうと。で、チケットが多分、密かに溜まってるはずなので、回していきますか。でもあんまりね、通常チケット実はね、あんまり最近ミッションコンプも できない日があったりとかで、全然溜まってないですね。いやー、戦士ばっかりだー。誰だね、サカン。違う。誰だっけ。ヘンリー。ヘンリーか。で、で、11連もあるんだ。いいですね。まず 4% 単発？あ、5枚もあるわ。5枚もあれば 4% 引けちゃうんじゃない？メタルブラック。なんとなくメタルブラック。うん、イェーイ。あ、でもんな言ってたらあかんか。持ってないとこの方が本当はいいんだよ。我が元に集え。お、いるぞ、いるぞ。誰だ、誰だ。いけ、いけ、いけ。お、あったー。4%。アニーか？エロいぞ。やったアニーだ、イエーイ。グッジョブ。グッジョブ。我が元に集えって言わなきゃやっぱダメなのかな。そんなことなかった。あ、なんかフェニックス的な。鳳凰だっけ？スザクか。あ、なるほど。いたな、それスザク使ってたな。我が元に。スドエ、クーンか、クーンなのか。クーンでした。我が元に、スドエ。なんかサラマンダーそう。きたー。ね、ケールーと。なんで、チケット延行 C の、最後に11連やろっか。これ。10%。王者以上は確定している。我が元に、集い。皇帝いねえ。逆に、なんかアンドロマ系みたいな感じだね。違った、ディアネイラだった。ディアネイラか。さあ、チケット延行して最後11連回していきたいと思います。いけい。我が元に、集い。4% ぐらい。いる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 、一人だけいる。でも誰だ誰だ。お、行ったか行った。あ、行ってねえわ。行ってねえ。デロリン。オール戦士。せめて王者ぐらいさ。はーい。うん。まあ、こんなもんか。まあ、言うてね、アニーが引けたんで、それだけでもまあ、上々といったところではないでしょうか。で、今イベントがね、ガラティアさんなんですよね。ガラティアさん、ガラティアさん気持ち悪いよね。俺ね、ガラティアさんなんかね、妙なトラウマがあったようなないような。うん、あ、俺オープニング後で撮ろうと思ったから読んでないんだよね。いきなりエンディングから読んじゃう。ラーラーっていうか、ガラティアさんって怖いよね。でもこれもなんだっけ、ガラティアさんってあんまサガソロじゃない、ロマサガ3の時にさ、ストーリー特になんかなかった気がするんだよね。唐突に出てくるパターンだよね、この人も。なんかそんなんだった気がする。で、この人さ、めちゃくちゃ硬いんだよね。なんか知んないけど、うん、倒すのにちょっとだけ苦労した記憶があります。うん、なんかグロいしね。なんて邪悪なハード、こんなものを呼び出すだなんてで言うんかな。アングキアマレリ男、攻撃効いてるみたいですけどって、どんな格好でやってんのあんたら。クリスマスイベントだからか。すごい勢いで収束されていきますよ。いつからこっちが、あー、弱めにくい。こっちが力尽きる流れですって。
流用者が僕の雪の体をすぐに再生してくれるのと同じなのだ。何かあるのだ。雪だるまくん。なんなのだこれは。この儀式と民どもの祈祷で我らを読めねえ。守護する聖部が降りるのではないのか。すべくこの集めた魔導書自体が誤りなのか。これ画質さすがに上げないと読みづらくてからあれだ。く、私はシャルにやってできるわけがない。こうなったのもフィニーの者どもが悪いのだ。このデスノミアでまで私の天下を阻むキスターブが席など終えるものか。私はこの地を捨てて再起するぞ。こんな魔物など私は知らぬ。責任転嫁よくない。何をするか。何やこれ。魚外者もう字がかすれて読めへん。いい加減に出せるよ。それともあなたは大カンタールと呼ばれた男王家の長なのですか。ごめんな、俺サガフロ2のストーリー知らんからな。お前は会ったことがある。どうして涙を流す。悔しいのです。不甲斐ないからです。もう関わりがないと思っていながらカンタールに幻滅する自分自身が。まあ幻滅するとな、悲しくはなるよな。私は大カンタールがどれほど里く勇猛にメルシマンの歯を襲ってきたかをね物語に聞いて育ちました。血のなんやろごめん、さすがにもう言うわ、入れるわ。あ、血運だったのね。血の時の運にさえ恵まれていれば王都皇家が四皇国四王国を統一し民は戦乱に苦しめられずに済んだだろうと、そう信じていたかった。でももう結構、好きになさればよろしい。親民を捨ていずこなりと。そろそろプルミエール抜きではのはじゃなかった。プルミエール殿抜きでは限界です。復帰を願っておりまする。今戻ります。プルミエール一番目。サラがおる。今わかったわ。これは死への恐れが形を成したもの。みんなが思い描いた死の力の化身なの。そんな感じだったんや。それが召喚されてしまった。みんなが死を怖がって祈るほど活力に変えて回復し続けるんだわ。それってやばいですよね。こいつが外に出ちゃったら怯える人が増えて余計に手がつけられなくなる。聖堂に集まってる人たちの祈りだけでこんなにもしぶといのだ。僕もお手上げなのだ。すいませんけど、だるま先生、突っ込んでる余裕ないです。先生からは上げ足も取れません。ギャグか。それでもここで押しとどめなければ。さあ、カンタールさん、なんかやってくれるんでしょ、さすがに。そこの娘、いささかハレンチな入り立ちの忍び娘よ。え、私のことです。お前が女だったらに力があって何より一番早そうだ。私は背負って運ぶがいい。やる気になったか。あなたはまだそんなことを。逃げるお皿お一人で行かれよ。違うんだろうな。考え違いをするな。私は一刻も早く聖堂へ戻せ、親民たちの祈りを止めてみせる。え、おお話は聞こえていた。つまりは民の死への恐れを除けばよいのだろう。そうすればお前たちはこの魔性を追い返すことができる。そうだな。ええ、どうあっても必ず。ならば急げ、忍び娘。ちょっと肩以外に手を伸ばさないでくださいよ。緊急時の特別ですからね。それではちょっと行ってまいります。お三方どうにか急いで忍いでてください。あー、そこ肩じゃないですってば。セクハラかな。視界を覆う霧が晴れたかのようだ。バッドトロバージェンのよう。いや、今更だな。プルミエールとやら。びっくり。ここは任せるぞ。家を離れようとも、地の背を固め、務めを果たせ。さらばだ。さらばだ。ふわーなのだ。押されてるなのだ。ハム太郎なのだ。二人ではとても、でも頑張って。プルミエールさん。尻だわ。胸の奥底に残っていたかがり火が炎の竜巻のように燃え上がって体を熱くしている。今の私は決して膝を折らないでしょう。たとえこの身が燃え尽きようとも力を貸して。さら、雪だるま雪だるま。まあそういう名前やから知らないんやけど。ここに集った親民たちよ、いな、狂心に怯える我が隣人よ。私カンタールはここに宣言しよう。私は諸君を救うためにジグバードに確固たる領土を築き上げてきた。王権を求め戦い続けた。今宵の儀式も我らを守護する神聖なる存在を降ろそうと試みるものだった。だがそれでは足りぬと私は悟った。我が民よ、我らは改めの帝国に下ることに相当する霊儀。
大事なところで噛んだぞ。より大きな安全をショクラにもたらすためだ。アニダダダハムニダ。私は歯を競うのをやめる。しかし諸君に帝国での従前の権利が保障されるよう全力で戦おうではないか。諸君は帝国に守られ、その中でなおこの王徳をカンタールに庇護される。死への恐れは遠ざかると断言しよう。ゆえにもう祈らずともよい。今宵は異世界より伝わりし祝祭の夜、すべてを忘れ安らぐがよかろう。もうダメだ。神になっちゃう。みんな無事でいてくださいよ。ひい親父じゃなくてプルミエール殿のごーおーそんあんあんなんて読むんだこれ。お父上でいいのかな。ご存じはうまくやってくれてるはず。お待たせしました。スーパークノイチアザミ必殺の一撃をお届けに。ただいま3。ナイスタイミングなのだ。さすがに今じゃない。さすがにいっぱいいっぱいだったのだ。なんで片方いっぱいが感じないや。読みづらかったわ。ハム太郎なのだ。感じるの。あと一押しでこの世界にとどまる力が尽きるって。シエの祈りが届かなくなってる。使命を果たしてくれたのね。あなたも父もお父さんだったの。さあ決めましょう。アザミいい BGM だ。勝利 BGM やな。合点承知です。それお休みのプレゼントだよ。無言。連携してる連携してる。決め台詞があるかと思ったがなかった。ラいやガラテ屋さんキモいっすよマジで。なんかでもそう、死のなんとかっていうなんかあったよな。でもなんかもうストーリー覚えてないな。ガラテはなんかそういう話少しだけあったような気もするんだよな。でもなんか唐突に出てきた覚えもあるんだけどね。フルミエルさん、本当にもうちょっと会っていかなくてもいいの？え、十分よ。ありがとう、サラ。ずっとわだかまってきたものが今日少しだけ消えた気がするの。まるでこの淡い雪のよう。私はきっと父に名を呼んでほしかっただけなのでしょう。サンダイルでは物心がつく前に亡くなった父。ああそっか、この世界だからこそ会えたみたいな感じかな。うん、これがこのねアルタメノスのいいとこ。アルタメノスじゃねえや、デスノビアだな。プルミエールさん、そんなに柔らかい表情で笑うんだね。そんな顔になっているかしら。ジニーやロベルト、グスタフに会う前に戻しておかないと何を言われるか。せっかく素敵なのに。ダルマ先生、聞いてくださいよ。私ってあの時聖堂まで往復したとは思えない速さで戻りましたよね。実に早かったのだ。玉ゲタで早漏だったのだ。ハム太郎なのだ。王徳にも負けない忍びのパワーで王徳を全速力で運んだんです。でもその短い時間に。そこは肩じゃないって10回も言わされたんですよ。もうね、屈辱ですよ。恥ずかしめ。すごいのだ。でも僕は雪だるまだから、そういう汚れた話、汚れた話かな。汚れた話だろうな。わからないのだ。ハム太郎なのだ。聞こえない、聞こえない。プルミエルさん、ダミーはもう顔が険しくなってるってば。やっぱあれが変態やったということでいいですか？やっぱり戻ってきてくるわ。23番目って名前も冷静に考えるとふざけてるわね。さら、話して。ダメーダメーラメー。ということで一応大断言ということで。てかまだ実はね、そうやってないんですよね。やらな。一応超級まではいけるでしょう。てかまだまあ日数はあるからいけるかなと思うんですけどね。いやー、ちょっとね、いろいろ動いてるとね、時間がなかなか取れないんですよね、残念ながら。というわけで、一応ガチャパートだったんですよね。なんか唐突に、イベントクエストも入っちゃいましたが、まあ、それも良しとしましょう。はい、じゃあ今回はこれで終了です。お疲れ様でした。メリークリスマスっていう時間に出さないけどね。バイバイです。